大谷翔平は、天才ですから、本塁打を得、まだ慌てるような時間じゃない、水原通訳対古板エンゼルス、大谷翔平投手、27、が、ベーブ・ルース以来103年ぶりの、2桁勝利 &2 桁本塁打、そして日本選手初の本塁打を狙う、21年のシーズンも最終盤を迎えた。MONTHLY、SHHEI の9月編は、 王子に渡って支えてきた水原一平通訳36が伝える舞台裏を i REPORT 拡大班として展開9月17日にジョーマ・マドン監督が着用した T シャツはチーム内で話題になりました胸に下手くその上級者への道のりは己が下手さを知りて一歩目の日本語漫画スラムダンクでバスケットボール部監督の安西光カ正先生が 猛練習に励む主人公、桜木華道に送った言葉です。マドン監督はご自身の事前団体、RESPECT90 の活動の一環で、カブス監督時代から T シャツを毎年作っています。今まで、大胆不敵と書かれた T シャツも着用していますよね。今回派マドン監督から、TRY、NOT、TO no、SUCK、o, U C、K, ダメなやつになるなっぽい日本語はないか。 と携帯電話でメッセージが送られてきたことが始まりでした。パッと思い浮かんだのが、安西先生の言葉。僕も翔平も、スラムダンクが,がめちゃくちゃ好きなので、翔平が一番好きな漫画のフレーズです。直訳ではこういう意味なんですけどどうですかと返信すると、気に入ってくれたようです。翔平はそんな T シャツが作られることは知りませんでした。 監督が報道陣の方々に披露する直前に T シャツ姿でどうだと店に行くと、昌平は今の自分にしみるわと言っていました。何か思うところがあったのだと思います。僕も昌平もスラムダンクの漫画は全巻持っています。名言、名場面を引用してよくふざけて言い合ったりしています。昌平が好きなキャラクターは両南高校のあ道明で、 まだ慌てるような時間じゃないというセリフが好きなようです。D シャツは全員に配られました。みんなが喜んできてくれていてよかったです。メジャー4年目も、もう終わりが近づいていますが、小平もチーム内での立場も変わり、チームメイトに助言を送ることがあります。最近よく話すのは新人がいやシュマーシュすごく明るくて、性格もかなり良いです。小平浜ュのためになると思ったことは、 自分から伝えるようにしています。変化球がストライクから始まったら次はボールになるよとか、カーブが浮いたらストライクになるよなどですね。相手投手の急筋、打席でどう見えているかの話が多いようです。9月は投手では勝ち星から遠ざかり、打者では勝負を避けられることが多くなってきました。いろいろな意味で苦行ですね。だからといって全然不機嫌なことはなく、楽しく過ごしています。 コロナ災いもあり、外出は特にしていませんが、最近だと移動の社中で、Y.O.S.O.B.I., マサルサトやナツメロもかけたりはしています。日本の曲が多いですね。昌平本人は特にこだわりはないと思いますけど、僕が好きな曲を適当に流していますね。もし本類打王が取れたら展開的には激アツですが、だからといって勝負を避けられている中で無理やり打ちに行かず、 このままのスタイルを続けてほしいです。本類打王は今年が最後のチャンスではありません。それより良い感覚でシーズンを終えて、来年に向けてプラスになれば一番良いと思っています。